The ongoing lunar laser ranging experiment measures the distance between Earth and the Moon using laser ranging. The retroreflector was planted on the Moon during the Apollo Program 11, and there it has been on the Moon. Then, who did set the retroreflector on the Moon? Apollo 11号は月面着陸はしていません。断言します。となると、アポロ11号の乗組員たちが設置したというあのレーザー反射板は誰が設置したのかということになります。広し林、浜松市、ジャパン。1969年の7月20日にアポロ11号は月面に着陸したとされています。が実際にはアポロ11号は月面には着陸していません。その証拠がですね、アポロ11号の乗組員が撮ったとされるこの写真の中にあります。着陸船はですね、猛烈な噴射を伴って、月面に着陸したはずです。と同時に、月面は厚い塵と埃でできた層に覆われています。がしかしですね、見ていただくと分かりますように、上が別のミッションで行った着陸船の、着陸痕ということになりますね。ところがアポロ11号の方にはそれがありません。今度は上がアポロ11号です。下が別のミッションで行った、着陸船の、なんて言いますか、噴射痕ですね。跡です。がしかし、アポロ11号にはそれがない。これも、その証拠の人ということになりますけども、分かりやすい証拠ということで、ここに挙げていました。そして猛烈な、なんて言いますか、埃、塵を巻き上げて着陸したはずなのに、ギアがこのように綺麗だということですね。なぜかということになるわけですけども、当然、って言いますかね、アポロ11号は月には行ってないということになります。そして、現在ですね、そのアポロ11号の着陸した後にはですね、レーザー反射板が設置されています。現在、そのレーザー反射板はですね、地球からでも、レーザーを発することによって確認できます。で、誰が、そうしますとね、どのようにして、レーザー反射板を月面に設置したかということになります。つまりですね、アポロ11号は、月面には行ってない。しかし、その時置いてきたという反射、レーザー反射板は現在の今もあるというわけです。これがレーザー反射板です。で、ここが今日のポイントですから、もう一度繰り返します。アポロ11号は月面には行っていない。しかし、アポロ11号の乗組員が設置したと言われているレーザー反射板が今も残っていて、それを地球で確認することができるということですね。それをどう考えたらいいかということになりますけども、順にこの謎について考えていきたいと思います。まず皆さんにご覧いただきたいのは、月着陸船の着陸の様子です。猛烈な噴煙を上げて着陸していくのがわかります。しかし、アポロ11号の着陸船の、下にはですね、そうした痕跡が全く残っていないということですね。で、これについて、あえてアポロ11号側で弁解すればですね、この、下の写真はですね、確かにスタジオで作ったと。しかし、アポロ11号は実際には月へ行っていたという考え方なんですね。だったら、その通りの報道をすればよかったのではないでしょうか。で、もう一度この月着陸船の下を見ていただきたいんですけども、いわゆる、なんて言いますか、噴射した痕跡が全く残ってませんね。で、ここが重要ですからもう一度見てください。上は別のアポロミッションで月に着陸した着陸船の噴射口の跡です。
まあ、着陸すると同時にですね、パーッと吹き上げるものですから、こうした痕跡が残るわけですね。しかし、アポロ11号のにはそれがないと。じゃあ地面が硬いかというとそうではなくて、別の動画の中ではなってますが、この辺りを歩く飛行士の様子が紹介されてますけども、足首までこの、なってますかね、地面に潜り込むほど柔らかい、なってますか、埃ですよね、出てきた表面だということです。で、繰り返しになりますけども、こうしたギアの上には全然こうなってますか、埃が溜まってないと。で、これはあの BBC ドキュメンタリーが指摘したことです。どうしてその出す埃がないのか、埃や塵がないのかということになるわけですね。で、もう一度この写真を、と言いますか、アポロ11号の月面歩行の様子を見ていただきたいんですけども、足に注意してください。まあ、この写真そのものは合成である可能性は非常に高いんですけどもね、別のところで作られた合成写真ですけども、足がですね、あの地面に潜っているの分かりますか、足首まで。ふわーふわっと潜ってきますね。すなわち、このように柔らかいところなんですね。こんなところでアポロ11号に今めぐ、あの足首まで入ってますね。見てくださいよ。ズボッと入っていく感じなんですね。その向こうに着陸船があるということですね。となりますとですね、なぜその着陸痕といいますか、噴射痕が残っていないかということになるわけです。もう一度繰り返しますが、これはあの、アポロ11号の乗組ですけども、まあ、これはのスローモーションで作った、まあ、偽動画ということになるんですけども、ね、その証明も、続く動画の中でしますけども、ともかくもこのように柔らかいはずだと、埃でできているはずだということなんですけども、これがあの2倍に締めたらこういう普通に走り方になるんですね。それをスローモーションにして、あたかも月面を歩行しているように見せかけたということを、この動画の中で証明しているわけですけども、ここがポイントではありません。もう一度この足がですね、地面の中でバーッと潜り込んでますね。そして救命のことに、この潜り込んだはずなのに、その穴が残ってないんですね。まあ、そういうところから、これはまあ、なんて言いますか、捏造動画であるということを判断しました。ともかくも、こうした月面であるならば、足がめり込むほどの月面であるならば、噴射口が残っていておかしくないわけですね。しかし、アポロ11号の着陸船の下には、そうした噴射口と言いますか、噴射した跡が全く残っていないということです。まあ、これも理由の一つです。それから、もう一つ重要なことはですね、影がおかしいんですよね。影が。まあ、それについては、この続く動画の中で証明します。で、もう一度、ランディングの様子を確認のために見ていただきたいと思います。今、着陸船がだんだん月面に近づいてきましたね。で、もっともらしい会話がなされて、そして、エンジンを止めるということを言いますけども、まあ、徐々に着陸して、このように放射線の線ができるわけです。しかもこの表面は大変埃と塵でできてますからね、大変奇妙なことに、この、なんて言いますか、筋が、噴射が出た後も、その山は何ら変化もなく残ってますね。すなわち、この噴射した様子はですね、後から作られた、いわゆる、まあ、合成された噴射、ということになるわけです。この辺注意深く見てくださいね。これほど猛烈な勢いで砂が四方に散ってるわけですね、四方八方に。しかし、その、埃と塵でできた小山のようなものは全く影響を受けてないというところも、奇妙といえば大変奇妙ということになります。注意深くご覧くださいね。で、小さな穴もあるんですけど、それが埋まったりということもないみたいですね。むしろその穴からまた別のっていう、猛烈な噴射ですからね、皆さん。ロケットの噴射ですから。で、上がアポロ11号で、下が別のミッションで、このミッションでは本当に行ってるみたいですね。こうしたその上下、比べてみてください。下の方にはちゃんと着陸した、その噴射した跡が残っています。しかし上の方にはそれが残っていないということですね。もうこれ決定的な証拠と考えていいわけです。他にもう一つ重要な証拠がありますが、まあ、ともかくもこれが、まあ、決定的な証拠ということになるわけです。全くその噴射した跡がないということになります。これをどう説明するかですよね。まあ、その私のような否定派に対して、さらに否定派の方もいらっしゃいますけどもね、しかし、これをどう説明するかということなんです。で、私の説をこうして否定する方はですね、こうしたことをきちんと説明していただきたいなというふうに私は考えていますが、いかがでしょうか。上が別のミッションで、月に行った着陸船の噴射した後ですね。下はアポロ11号の噴射した後ですけども、それが全く残ってないということです。ここは注意してくださいね。全く残ってませんね。いわゆる放射線上に伸びた線がないということです。そして、その塵や埃を巻き上げた様子も全くないということです。ここに注意してください。ここが今日のポイントなんですね。なぜかと言いますとですね、アポロ11号は月に行ってない。
しかし、アポロ11号の乗組員が残したと言われているレーザー反射板はあるということなんですね。これをどう、この矛盾をどう考えたらいいかということなんです。まあ、肯定派の人はですね、このレーザー反射板があるからアポロ11号は月面に行ったはずだ、行っているということを、まあ、断定的に言っておられますね。しかし、アポロ11号はこのように月は行っていない。となりますと、そのレーザー反射板は誰がどのようにして置いたかという謎が生まれてくるということになります。ここが重要ですから皆さん自身で確認してください。着陸船の後には痕跡らしいものが全く残ってないんですね。ということは、この、まあ、画像といいますか写真そのものが捏造されたものであるということになるわけです。なぜそんな必要があったのかということもどうか考えていただきたいと思います。さらにダメ押しをしておきたいと思います。宇宙飛行士が作る影に注意してください。そして宇宙飛行士のライトはヘルメット上部の左右についています。ここがポイントです。で、地上で太陽光線が作る影を見ていただきたいと思いますけども、影は平行になります。そして遥か彼方で一点に交わります。ところがですね、アポロ11号が撮ってきた写真を見ますとですね、影の方向がちぐはぐのみならずですね、特にこの右下の宇宙飛行士の影を見ていただきたいんですけども、宇宙飛行士の背後、上方からですね、光源といいますか、光が来ているのが分かります。そして、石の方向と宇宙飛行士の影の方向が、石の影の方向がですね、違います。こんなことは地上ではありえないということですね。となりますと、この宇宙飛行士の黒い影ですね、右下の、の光源体といいますか、光はどこから来ているかということになりますね。唯一考えられるのは、別の飛行士が、後ろから照らしている、あるいは宇宙飛行士が持っているライトでそれができたということになりますけれども、ライトはヘルメットの上部左右についています。で、もう一人の宇宙飛行士は別のところにいますね。ということは、この右下の影は宇宙飛行士が別の飛行士が照らした光にでできた影ではないということになります。そしてこうして光を見ていますと、方向が違うということですね。繰り返しになりますけれども、宇宙飛行士のライトはヘルメット上部の左右についています。まあ、こんなところにも、まあ、ドジと言いますか、インチキの証拠があるということになります。で、話を進めたいと思いますけども、事実としてレーザー反射板がこのように設置されて、それが現在も月面上にあって、それを、まあ、地球からですね、レーザーを発することによって、それがあるということが確認できるわけです。となると、このレーザー反射板は誰がどのようにして置いたかということになるわけです。皆さんはもうお分かりですね。Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Humphrey Heller, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said at least two of them are probably working with U.S. government. I believe other species that I learned about were long ago called tall white. This is a story about it. Thank you.To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the golden rule. To speak to a symposium at the University of Toronto,And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time. And at least two of them probably working with the United States government. The
other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, and that is the golden rule. つまり、アメリカ政府を助けている2人のエイリアン、つまり、トール・ホワイトたちがですね、こうした反射板を設置した。そして、アポロ11号以後のですね、アポロ計画を側面から助けていたということになります。それが私、林氏の結論です。続く動画の中でアポロ11号の謎に迫ってみたいと思います。どうかご覧ください。Bye for now. My conclusion is this. We were tricked by the US government in 1969. Here I can show you some of the evidence. 1969年、私たちはアメリカ合衆国政府に騙されたのです。その証拠を皆さんにお見せします。It is a very sad and a shocking news. 1999年3月7日、あの2001年宇宙の旅を監督したスタンレー・キューブリックがこの世を去りました。そのこの世を去る3日前、スタンレー・キューブリックがこう告白していました。1969年の月面着陸はすべてインチキだった。私がその映像を作った本人だと。その3日後、スタンレー・キューブリックはこの世を去りました。そのインタビューをそのままここに載せます。その動画はスタンレー・キューブリックの遺言に従い、16年後の2016年1月1日に公開されました。広志林、Hamama City, Japan. The moon landing was... That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious? And... Okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only... 1969年7月16日にですね、ニール・アームストロング船長、バズ・オールドリン月着陸船操縦士、マイケル・コリンズ司令船操縦士の3宇宙飛行士がですね、サタン5型ロケットで月に向かいました。そして3日半後にですね、月周回軌道に到達。それでまあ7月20日にですね、司令船コロンビアから分離された月着陸船イーグルはですね、火弾ロケットの噴射で減速しながら、月面静かの海に軟着陸。アームストロングとオルドリンが人類として初めて月面に降り立ったと、まあ、そういうことなんですね。で、この飛行で、まあ、アメリカ合衆国は亡きケネディ大統領がですね、上下両院合同会議における演説で表明した、1950年代の終わりまでに人類を月面に到達させ、かつ安全に地球に帰還させるという、まあ、施政方針に応える形で、これを見事に実現させたのであるということになってますけども、それらすべての話はすべてでっち上げの嘘だったということになります。が、謎が残らないわけではありませんね。となると、静かの海に現在残るですね、アポロ11号の発射台や、その時添え付けたという反射板などは何かということになりますね。まあ、それについても、スタンレー・キューブリック氏はですね、アメリカ政府は詐欺に詐欺を重ねたと告白しています。まあ、それらすべてをですね、その映像を作ったスタンレー・キューブリック氏が、この世を去る3日前に、まあ、画像としてそれを残したというわけです。で、これからそのインタビューの内容を報告しますが、インタビューのですね、ウェブサイトに文章としてその時の内容がですね、書き起こされて紹介されていましたので、インタビュアーの T. パトリック・ムレイ氏に敬意を表し、それをそのまま翻訳させていただきました。
音声と翻訳文が前後入れ替わり、一致していない部分があるのはそのためです。どうかあらかじめご承知おきください。Coming out or no? Okay. It's not about any movie. It's not about the movies I've made in the past. It's a confession of sorts. Okay. I mean, about you cheat on your wife. You plagiarize. I would never do that. No. Plagiarize something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Okay. Is that intriguing? Do I have you intrigued? Well, I mean, see if I understand what you said. It's about a movie you made, no one knows you made. Is that what you said? That's right. It's a production. Like, so you put, like, you didn't put your name on, like, at the end, you put, like, a fake name? Oh, no, I made it. Like, Alan Smithy, like, that that's sort of right. Thing? No, I didn't. There was no name put on it. Why? Why would there be no credits? What do you mean? Because there are some things that you just can't put your name on. Okay. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail. Okay. Involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious? And okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. You know, this isn't some type of joke or no, it's not film a joke. Within a film thing. It's not a joke. Nope. Okay. The conspiracy theorists were right on this occasion. Why? I don't know about Paul McCartney's death, but they were right about it. Okay, why in God's name would... I don't know what to ask you first. Why the hell, if you're telling the truth, why would you do it? Why are you telling me? I mean, what the... Don't you think it's important for people to know the truth? Yeah, I got... yes, certainly. They had a massive fraud, an unparalleled fraud perpetrated against them. They should know. Okay. They're already suspicious of the government. They may as well have their suspicions confirmed. Okay. And justified. And this, why now? I mean, we're almost at the 30-year anniversary. What took so long? Why, if this is true, why? I won't go into that. It has to do with personal. Okay. Of evolution and influences. And, well, I'll go into that. Is that why you look a little haggard right now? Because you look a little worn, no offense. Like, well, also, yeah, because I haven't been taking care of myself too well. I've been drinking a lot, but... Is that because of the stress of this? Of course. Stress, guilt, just conflict of all kinds. Wow. I mean, so you feel bad about this, clearly. I mean, this is not... I do feel bad about it. I also feel proud of it. It's a terrible conflict. Because you've pulled off one of the greatest hoaxes ever because of and your... And because I made a film, if you want to call it a film, which I consider to be my masterpiece. And you can't take credit or even talk about it as well, a... I'm hereby, well, you are now. I'm hereby taking credit. Right. But you can't actually go out. You're doing... When people see this, no, it'll be, you'll be dead. Until 10 years. Right. Or 15, years, yeah. Until my death. So you can't talk to Roger Ebert about it, you know. Does that frustrate you? I have to pay the consequences for the decision that I made many years ago to go along with this. Like a deal with the devil. It's Faustian, to be sure. Because, and is that why you got such power in Hollywood? I mean, that would explain that. Why I have the freedom I have, that was part of it, yes. So they said, do this moon thing and we'll give you... When I made Spartacus, I didn't have this kind of freedom. Right. But I have it now. So what came first, the genius or the fraud? What's NASA doing? What came first, the genius or the fraud? I mean, did the fraud enable the genius, or was the genius released by the fraud? Well, I think the genius came first. Right. But some frauds are hard to bypass.
especially if you have an ego and you're an artist and you're presented with a challenge the likes of which you've never seen and will probably never see again, you don't even think of the morality of it. You're just completely swept away by the flattery of it and the juices inside you which make you want to do it as the artist you are innately. You don't think of anything else. What a conflict. I mean, gosh, I can't imagine being presented with that opportunity. On one hand, I really would want to do it, but then I'd probably say, well, I'm committing a crime and lying. And it depends, but my guess would be, no, you, if you're good, you would do it. I discussed this with Levinson, Barry Levinson. Right. I discussed it with... Oh, you mean by the dog, right? Yeah. Yes. Spielberg. Of all people, believe it or not, yes. So wait, why the dog? Coppola, Scorsese, even Woody Allen, I discussed. There isn't one of them who wouldn't do this. Right. And did that, so Barry Levinson must have been influenced by this whole, he must have known, so that's, why the dog is about this whole idea. Oh, I mean, that's why. The character was named Stanley. Right. And he gets killed at the end because he demands credit. Coming out or? No. Okay. It's not about any movie. It's not about the movies I've made in the past. It's a confession of sorts. Okay. I mean, about you cheated on your wife, you plagiarized. I would never do that. No. Plagiarized something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Okay. Is that intriguing? Do I have you intrigued? Well, I mean, see if I understand what you said. It's about a movie you made, no one knows you made. Is that what you said? That's right. It's a production. Like, you didn't put your name on, like, at the end, you put, like, a fake name? Oh, no, I made it. Like, Alan Smithy, like, that's right. No, I didn't, there was no name put on it. Why? Why would there be no credits? What do you mean? Because there are some things that you just can't put your name on. Okay. I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail. Okay. Involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. Moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious, and okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. You know, this isn't some type of joke or no, it's not film a joke. Within a film thing. It's not a joke. Nope. Okay. The conspiracy theorists were right on this occasion. Why? I don't know about Paul McCartney's death, but they were right about. Okay, why in God's name would... I don't know what to ask you first. Why the hell, if you're telling the truth, why would you do it? Why are you telling me? I mean, what the... Don't you think it's important for people to know the truth? Yeah, I got. Yes, certainly. They had a massive fraud, an unparalleled fraud perpetrated against them. They should know. Okay. They're already suspicious of... Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. This is a story about the mystery of Apollo programs. Success in doubt. Apollo
11号が1969年7月20日に発射されました。以来44年という年月が過ぎました。しかしその44年間を振り返ってみると、ますますといいますか、大きな疑惑が湧いてきます。これがアポロ11号の、まあ、わざと逆さまにしてありますけれども、まあ、月への着陸方法なんですね。周回線から着陸線をまず切り離し、それが月の表面に着陸する。そして、まあ、下半分と上半分がやがて切り離されるわけですけれども、まあ、こういう形で着陸します。そして乗組員たちがですね、月面探査を行いました。で、それが済むと乗組員たちは今度は、まあ、機関船に戻るわけ。上半分がそうですね。そしてただ1回の噴射で微調整なしですよね。微調整した写真はって言いますか、フィルムは残っておりませんね。したのかもしれません。そしてこれがですね、ロケット、月の上空を周回しますから、まあ、地球よりは小さいですから、周回スピードはそれほどって言いますか、速くはないにしてもですよ、弾丸のように飛ぶ、まあ、周回ロケットに向けて飛び立ったわけであります。でこれは実験中の V ストルキですね。ですけどこれは 2,3 年前というか、フィルムではまだふわふわして不完全だったんですよ。そしてこれを今のなんて言いますか、機関船と周回船との、関係を図示したもんですけど、上はですねミサイルの速さでぐらいの速さで飛んでるんですよね。それにこうドッキングさせて、まあ、ちょうどはその月の引力に、ま、負ける程度のところですから、スピードがちょうど遅くなってうまい具合にドッキングするんです。しかし現在の今でもですよ、44年経った今でもロケットをロケットで落とす、いわゆる迎撃ミサイルがいかに難しいかということは皆さんもうすでにご存知の通りなんですね。でアポロ、それから44年経ちまして、まあ17号まで続くわけですけども、まあ、13号に失敗したのもありますけども、いろんな写真がアポロの乗組員自身が撮った写真がですね、いろんな形でリークというか外に漏れてきてるわけですね。そうした写真を集めてみました。まあ、まさに月面上の UFO ということになります。今から40年、44年前にはこんな写真は私たちの目には止まりませんでした。まあ闇というか隠されたというか、まあそういう状況だったんですね。しかしそれから1枚ずつ、また1枚と世間に漏れてきたわけであります。探しても見つかりませんでしたけど、三角形の、なんて言いますか、3つの光源体を持つ UFO もやはりアポロの乗組によって撮られてましたね。どこかにあるはずです。まあ母船型の巨大な UFO も目撃かつ写真に撮られています。これらはかなりって言いますか、これなんか特にそうですけども 100% 本物だと見ていいわけです。これは月の裏側に見つかりました、まあ、古代都市風の建物だと言われています。こんな UFO も見つかってるんですけど、これなどは本当に、まあ、なんて言いますか、信憑性が高いというか、UFO ですね。で、44年経ってみますと、まあ、あの当時のアメリカの技術でですね、コンピューターも極めて原始的なコンピューターしかない時代にですよ、月着陸が可能であったかどうかということが、まあ、方法論として疑われ、そしてその方法論としてこうした、まあ、世界の 学者たちが真剣に、まあ、日本以外はですよ、
UFO の存在について議論しているわけであります。日本だけは、まあ、なんて言いますか、おかしな証拠主義と言いますか、保守的古典的な指定制度に守られて、こうした研究はほとんどなされていないのはとても残念に思います。まあこの世界で宇宙人とかエイリアンとかって言いますと即つまはじきですね。私は今それを身をもって体験しています。ですから私はアポロ計画ですねの乗組員たちがエイリアンによって援助を受けていたと聞いてもですね、私は驚きませんし、そうだったかもしれないと思います。例えばエジプトのギザのピラミッド、この3つはですね、青銅器とそして丸石だけで建設されているんですよ。同じようなことがアポロ計画についても言えるのではないでしょうか。いつか振り返った時にその真実がわかるのではないかと思います。続く315をご覧ください。 Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Today's story is about Apollo 13. Mystery of Apollo 13 and suspicion about the manual control of the craft in Japanese. 私は1977年の後だと思いますけど、78年頃ですね、PET 2000、という1というコンピューターを買いました。当時のお金で33万から4万したんですね。大変珍しい機械で、東京から出版社の方がですね、わざわざ取材に来るほど珍しかったんですが、しかしこのコンピューターはですね、本当に二次曲線の点を描くだけで精一杯でした。でそれがその7年前にですね、例のアポロ13号が4月に発射されているわけであります。でこのアポロ13号がその後どのような経緯を経たか、辿ったかということはもう皆さんご存知の通りです。でこの途中でですね、まあ、故障というか不可解な故障をするためにですね、急遽予定を変更して地球への帰還へと向かうわけであります。でその時に、まあ、当初から不自然な微振動があったということはよく知られております。でそのいわゆるその軌道修正するためのですね、噴射をですね、まあ、したわけでありますけども、まあまあ、ご存知のようにその部分は映画の中でも再現されてますけども、ストップウォッチを使いながらいわゆる軌道修正したってわけですね。そして、まあプルトニウム電池を電池を積んでたもんですから、ニュージーランド北東のトンガ海溝に、まあ、それを沈めたという話ですね。でその、方法がまあ問題なんですね。方法はいわゆるアポロ13号の窓を利用してですね、地球の位置を知り、そしてその ストップウォッチを 見ながら逆噴射して、ここまで加速して、そしてその地球への帰還軌道に乗せたというわけです。ではその途中に、まあ、映画では示さなかったけども微調整も何度かしているというわけですね。ここがおかしいわけですね。なぜ私最初にコンピューターペット2001を紹介したかというと、いわゆるその1977年代ですらもですよ、その程度のコンピューターしかなかった時代、それが1970年にですよ、このようなものが宇宙に打ち上げられて、そしてその地球へ戻ってきたというんですね。でこの戻ってくるときにですね、非常に重要なことはですね、極めて薄いその大気にうまく当てないと地球着陸船というか、それは機関船は太陽地球のですね、軌道に入れないんですね。外れると峠飛んでいってしまう。逆に下へ落ちると今度地上と摩擦といいますか、爆発してしまうというか、そういうその非常に今日の微妙な微調整なんですよね。でそれが先ほど示しましたように、まあ本当に薄い範囲なんですよね。まあ、例えばですよ、地球をその、まあ、皆さんどんなパソコンを使っていらっしゃるか知りませんけども、仮に今30センチの地球が見えたとしますと、その大気の厚さは1ミリの半分の 0.5 ミリなんですね。
それに向けて窓の外の地球を見ながら位置を決めて、そしてストップウォッチを使って逆噴射して軌道に乗せたというんです。まあ、この朝なんですね。これは皆さんのパソコンの上でですね、30センチぐらいの大きさだとするならば、1ミリの半分の厚さ、0.5 ミリの範囲にうまく軌道も修正しなければいけないということなんですよね。こんなことは本当に可能だったかどうかということなんですよね。今にして思うとですよ。当時はもう、なんて言いますか、アメリカの科学にもうみんな驚いたわけでありますけども、どうもおかしいわけですね。今から考え直しますと。もう一度言いますと、微振動というか振動が続く非常に安定の悪い宇宙船の中で窓の三角窓の映る地球を見ながら方向を決め、ストップウォッチを使いながら軌道修正して、そして、まあ、仮に30センチの地球であるとするならば1ミリの半分の厚さにめがけて、いわゆる機関船を軌道に入れるということが本当に可能であったかどうかということです。わかりませんけども、今はここではサスピション、疑惑としておきます。 Thank you very much for watching. See you next time. Bye.
A swinging flag on the moon where there is no air. I say no flag swing on the moon where there is no air. Then what do you think about this flag? It seems to be swinging. 大気、つまり空気のない、つまり真空の月面上では風は吹きません。だから旗があっても風で揺れるということはありません。が、アポロ11号が月に立てた旗は風に揺れているように見えます。そう見えます。が、ただそう見えるだけなのかもしれません。風に揺れているように見えるだけなのかもしれません。が、これに対して NASA は、旗には細いワイヤーが入っており、ポールを手で回すとこのように揺れるように見えると説明しています。が、本当にそうでしょうか？飛行士の手を注意深く見てください。ポールを回しているようには見えません。しっかりと握っているように見えます。またこの時点でポールを回す必要などなかったはずです。さらに旗の先を注意深く見てください。旗がひらひらと前後に揺れているのがわかります。が、ここでの結論はあえて出さないでおきます。判断なさるのはあなた自身です。旗は確かに揺れています。これが事実です。旗は確かに揺れています。で、なぜ揺れているか。その事実をもとになぜ揺れているか。どうか皆さん自身で考えてみてください。判断なさるのはあなた自身ということです。同じ動画を繰り返し見ていただきます。判断なさるのはあなた自身ということです。繰り返します。大気、つまり空気のない、つまり真空の月面上では風は吹きません。だから旗があっても風で揺れるということはありません。が、アポロ11号が月に立てた旗は風に揺れているように見えます。私にはそう見えます。が、ただそう見えるだけなのかもしれません。風に揺れているように見えるだけなのかもしれません。皆さんの判断はいかがですか？広志林、浜松City、ジャパン。では画面を見ながら説明します。まあ、ポールを回したためにですね、旗が向かって右の方にぐるっと回った時に瞬間に煽られるように旗の下がですね、左に流れていきましたね。で、もう一度最初から見ていただきます。今、飛行士が旗を立ててポールを握ってるみたいですね。しかし、回しているようには見えなくて、先の方だけがひらひらと揺れているところに注意してください。前後左右にひらひら揺れてますね。ひらひらと揺れましたね。ご覧いただけましたか？ひらひらと揺れているのがありますね。これがまあ、なんて言いますか、なぜ揺れているか。まあ、揺れていることは事実なんですけどもね。なぜ揺れるかということを皆さん、ご自身で考えてください。ひらひらと揺れましたね。で、まあ、手に握ったポールをですね、回したためにですね、そして回したなら一番上のね、針の一番上の横棒がね、揺れるはずですから、揺れるというか動くはずですからね。それとは関係なく、この旗の下の部分だけが向こう行って、また手前行きますよ。いいか向こう行って、ほら手前行きましたね。こういうふうに揺れるってわけですよ。はい。で、これがまあ自然な、まあ、真空状態における旗の揺れ方なのかということですね。ひらひらと揺れてますね。はい。これが事実なんですね。で、もう、ワンショットの方で見てみます。で、これはまあ、いいですか？ここで旗が右の方へぐーんと、まあ、ポールを回したせいか揺れて、そして勝手に旗の方の先の方が左にザッと流れて戻っていくの分かりますか？ほら、ここですね。もう一回いきますよ。ずーっと行って、旗の方が勝手に戻ってきますね。それもまくれ上がってていますかね。先端部が上上がってますね、これ。わかりますか？もう一度よく見てくださいよ。ぐーんと行って、その先の方で先。これぐーんと上上がってるでしょ、俺。これが真空状態における旗の動きなのかということなんです。ということで、これからもアポロ11号をですね、徹底的に追求していきます。Bye for now. One single light makes one single shadow
unless you use flashlight. Two lights makes two double shadows. This is a very simple scientific common sense, which even a little child knows, isn't it? 一本の光線はフラッシュでも焚かない限り一本の影しか作りません。二本の光線は二本の影を作ります。こんなことは誰でも知っている科学的常識です。科学という言葉さえ使うこともできません。が、その二本の影を見たら、あなたはこう思うでしょう。光は二本あると。また一つの光線が作る二本の影は絶対に交差しません。無限に近づくことはありますが、交差しません。が、アポロ11号が月面で撮った写真の影は複数本あり、かつ互いに交差しています。一本の光線が作る影が複数の影を作り、それぞれが別の方向に別々に伸びています。そればかりが先で交差しているように見えます。何やら月面では私たちの物理的常識を覆すようなとんでもないことが起きているようです。イギリスの BBC 放送が制作したドキュメンタリー番組、あるいはひょっとしたら BBC という名前を語ったどこかのドキュメンタリー番組かもしれませんが、しかしそれはここでは重要ではありません。そのドキュメンタリー番組の中で指摘されている事実が重要です。中身の事実です。それをこの動画の中で再検証してみます。広志林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。影を比較してみます。左がですね、太陽光による影です。日本の影が平行して走っているのが分かります。右がアポロ11号が撮ってきた写真の中に映り込んでいた影です。で、影の方向が違いますね。で、この右下の影は、これは宇宙飛行士の影かと思われます。そして、岩の影と方向が違いますね。なぜかということなんですね。まあ、こうした疑問をですね、そのドキュメンタリー番組がしてきています。で、私の方で今こうして再検証しているわけですけども、向こうの着陸船と手前の人影の方向、影の方向が違うと。いわゆる、まあ、そういうことなんですね。で、もう一度最初から説明しています。これが太陽光による影です。で、光源が一つの場合は、まあ、遠方に行けばですね、限りなく近づきますけども、交差するということはありえないわけですね。で、太陽光線の場合は、太陽がね、無限大の彼方にあるということですから、地球上では平行になるわけです。で、右下のこの人影、宇宙飛行士が止まれますけど、その影と、その中央から走っている棒の影の方向が違うと。で、向こうに方に見える着陸船の影と棒の影が同じであると。となりますと、この人影を作っている、まあその光源はですね、この宇宙飛行士の背後にあるということになりますね。まあそういうふうにも考えられるわけです。で、なぜこの方向が違うかということなんですけどもね、いわゆる着陸船の方向、影が作る影と、そして人影が作る影の方向が違うと。ということになりますと、この宇宙飛行士の背後に光源があるということになります。まあ、そのようにしか考えられませんよね。ですから、宇宙飛行士の周りがぼーっとこう明るい感じがしますよね。で、宇宙飛行士を調べてみたんですけども、光源はですね、頭のところについてるんですね。2箇所。で、ここから光を発して、そしてまあ、カメラを持っているということになりますと、そうしますと、この宇宙飛行士の影はできないはずなんですよね。となりますと、はるかまあこの宇宙飛行士の後ろですね、後方に光源があって、そして宇宙飛行士をこうして照らしているということになるわけです。そしてその影が宇宙飛行士の影を作っている。しかし、岩の影は向かって右の方から左の方にできていると。実に奇妙なことがこうして起きているわけであります。で、もう一度この、比較してみますと、この影の問題はですね、もうすでにあちこちで指摘されてますけども、まあ NASA の方はですね、方向が違っててもね、おかしくないんだということを、で、反論してるみたいですね。まあ要するにこうした影、この特にこの宇宙飛行士の影は、一体どこに、
どうしてできたのかという問題があるわけです。で、誰かがですね、宇宙飛行士の方をですね、後ろ方、まあ、影の光の加減化しますと斜め上上方から照らしているということになるわけですね。で、宇宙船と宇宙飛行士の影の方向が違うと。で、岩の影の方向とも違うと。何かしらこう、非常にですね、大変まあ、大変同じですけどもね、不可解な影ということになるのではないでしょうか。で、さらにですね、そのドキュメンタリー番組の中ではこんなことも指摘しています。当初ですね、この発表されたこの写真の中にはこうした岩が映り込んでいたと。それには C という文字らしきものが書いてあったと。ところがですね、その後 NASA が発表した写真からはこの C の文字が消えていたと。もし自然のもんであればこんな作為的なことをする必要はありませんよね。まあ、ドキュメンタリー番組の中ではブラシをかけたというふうに表現していました。ブラシがかけられているというふうにね。そしてこの影なんですね。月面では大気がありませんから、光の拡散が起きませんから、影は真っ黒に映り、光のあるところは真っ白に映るという、まあ、その明度差が極めて激しいわけですけども、右の下のその宇宙飛行士がですね、着陸船から降りてくる姿を見ると、影の中は真っ黒になっているはずなんだけども、明るいのはなぜかと。まあそういった疑問も提起しているわけです。これもどう考えたらいいかという問題につながっていくわけですね。でさらに、奇妙なことにですね、着陸船は猛烈な、まあ、噴射をしながら、減速しながら、月に着陸したということになってますよね。そうしますと、この、いわゆるその下にですね、いわゆる、まあ、ロケットの噴射による、まあ、その痕跡が残っていてもおかしくはないんだけども、アポロ11号の方にはそれは残っていないと。なぜかということなんですね。で、他のアポロ計画で、まあ、月面に着陸した着陸船の、その噴射口の下にはこのような痕跡が残っていると。放射線上に四方八方に伸びているのがわかりますね。ところが、アポロ11号の方にはそれは残っていないと。別の写真で見ても、やはりないんですね。右よりやや上にあるのは、これは噴射口ですね。そしてその下にその噴射して、まあ、着陸した跡がないと。なぜかということなんですね。まあ、一つ考えられるのは、アポロ11号は、岩盤の上に着陸したということになるわけですね。埃も出ないような岩盤の上に着陸したということになりますけども、それはそうでないことはもう皆さんご存知の通りです。まあ、このようにですね、アポロ11号にはもう謎だらけなんですね。謎だらけというか謎また謎なんですね。なぜこんなに謎が生まれるかということなんです。上の方がアポロ11号です。下の方が別のアポロ計画で付け入った、まあ、着陸船の痕跡ですね。このような噴射の跡が残っているということです。で、さらにですね、その猛烈な、まあ、噴射をしながら着陸して、まあ、動画なんか見ますとね、ダストを吹き上げて着陸したわけですけども、この着陸ギアって言いますかね、のところには、そうしたその痕跡が全く残ってないと。ピカピカであるということですね。まあ、考えれば考えるほど不思議ですね。アポロ11号、さらに林浩司は追求しますよ。ということで、皆さん、Bye for now. A bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity and are no more leaving the ground than they would on Earth.It is clear from a bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Now let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity and are no more leaving the ground than they would on Earth.It is clear from a bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Now let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity and are no more leaving the ground than they would on Earth. It is clear from these...
Moonwalking in Mystery by Apollo 11 Cruise. Was it faked or not? アポロ11号の乗組員による月面歩行、それはインチキだったのか。 UK の BBC ドキュメンタリーがここで紹介する動画を発表し、1969年のアポロ11号の月面着陸について大きな疑問を投げかけています。で、その中の一つがアポロ11号の乗組員による月面歩行です。つまりそれは地球上における通常の歩行を2分の1のスローモーションにしたものではないかと疑問を投げかけています。その動画について検証してみます。広島市浜松市ジャパン。A bouncy, floaty feel to the astronauts' movements would be similarly achieved with relative simplicity. Slow motion. You are viewing the scenes as they aired more than 30 years ago. Now let's look at them with the speed doubled. It becomes discernible that they are, in fact, in Earth's gravity and are no more leaving the ground than they would on Earth. It is clear from these...BBC ドキュメンタリーの画面をもう一度ご覧いただきます。まあ、これが公開された動画ですね。で、それに対して、この、まあ、月面歩行ですね、2倍速にしてみると通常の歩き方になるというわけです。で、月面の重力は地球の6分の1ですから、単純に計算すればですね、同じ筋力であれば約6倍の高さまでジャンプできるということになります。で、まあ、それだけ動きが緩やかになるということですね。しかし、この後ろの生命維持装置がですね、まあ、結構ね、人間の体重ほどに重いものであるとするならば、その動きは地球上のそれと同じになってもおかしくないわけですね。で、これをどう判断するかということなんです。で、これが有名なハンマーと羽実験というのです。アポロ15号によってなされました。で、この動画の中ではですね、この宇宙飛行士がですね、ハンマーと羽をですね、同時に落として、で、ガリレオの、まあ、実験をしてみせるんだと。で、同じように落ちればガリレオの説が正しかったことが証明できるということで、まあ、ハンマーとフェザートロップ実験というのをやってみたわけですね。で、まあ、この実験がここでの今日皆さんにね、注目といいますか、見せするものじゃないですね。その後にですね、この宇宙飛行士が歩きます。その歩く様子を皆さんに見ていただきたいと思います。まあ、これはまあ、こういった実験ができるということで、月面であるというふうに考えていいわけですけどもね。そしてこの宇宙飛行士がご覧になりましたねってことを言って、そして歩くわけです。この足に注意してください。ぴょんぴょんと、まあ、両足で飛んでますね。ちょっと変わった歩き方をするわけですけども。で、この歩き方と、それから先ほどのアポロ11号の乗組員の歩き方と比較してみます。上がアポロ15号で、下がアポロ11号ですね。で、比較ができないんですね。これ、なんて言いますか。はい。しかし、大変よく似た歩き方をしていると。これ、どういうふうに理解したらいいかということなんですね。まあ、とにかくこの世界、陰謀、また陰謀が重なっている世界ですから、何が何だかさっぱりわからないと言いますかね。本当に、もつれた糸をほぐすようにして、こうして謎を解いていくわけですけども、2倍のスローで見てみます。日本風に言えば2分の1のスローということになります。で、足をよく見てください。上は、まあ、本物と。見ていいわけですね。で、下がですね、まあ、BBC ドキュメンタリーの方に言えば、これはスローモーションにしたものであると。2分の1にしたものであると。そういうふうに、まあ、言ってるわけですね。で、さらにそれを2分の1にしてみたわけです。ですから、まあ、そういうことですね。今度は4倍速にしてみます。4倍スローにね。いかがでしょうか。ここで一回止めて、ちょうど足が地面につきましたので、ここからスタートにして、よいしょと飛んで、やや下の方が速いかなっていう感じが
しますが、それでもこう、ジャンプする高さにもよりますしね。ですから、なんとも、判断がつきかねます。で、もう一つ最後に、まあ、BBC が、ドキュメンタリーがですね、制作した動画を見ていただきます。で、これを見るとですね、確かにこう、ムーンウォーキングをしているように見えるわけですね。で、それに対して、これを2倍速にしたら、通常の歩き方と同じになったと。まあ、そのように番組の中では説明しています。これはその2倍速にしてみた歩き方だそうです。まあ、皆さんの判断にお任せします。さらに、アポロ11の謎について追求してみたいと思います。Bye for now.